一阿鉄台は、岡山県新見市の中南部及び、真庭市南西部一帯にかけて広がる、カルスト台地である。東西方向に約 18km、南北方向に約 12km の広がりを有する日本有数の規模を持つ。阿鉄台の地質基盤は、テ鉄石灰岩層群及び三群編成岩類から構成され、その厚さは 1500m に達すると、 水察されているが、そのうち、石灰岩層は600メートルほどの厚さである。大地面の標高は約500から600メートルである。大地の中央を南北に流れる複数の河川によって4つの大地に分かれており、このうち、草間台と豊永台が競技の宛てつ台として呼ばれることが多い。なお、宛てつ台の名前は、 かつてこの地域に存在した軍の名である、阿鉄軍からである。ほぼ全域が岡山県の県立自然公園となっている。イクラ道第地条には、カルスト地形特有のドリーネを有する関連フェルトが多数発達し、地下にはイクラ道、木女道、牧道、羅昌門など、100カ所近い小入道がある。 同規模のカルスト大地として、著名な山口県の秋吉台と比較すると、あてつ大は、カルストの大地上やウバーレ、ドリーネといった大地にもはたち、集落等が多数点在しており、人為的な山焼きも行われていないため森林もよく、残されている。また、近年まで、草間大大地上にあった新見市立草間中学校の、運動場は、 全国的にも珍しいドリーネの中に作られたものであり、カルスト地形と実生活が密接に関係している。前述した通り、あてつ台は以下の四つの台地から構成される。羅生門第一道石二号台は高橋川の西側を占めるカルスト台地で、あてつ台の最西部にあたる。くぼや、イクラや、オギオ、ホウソなどの地区。草間台は、 アテツダイの中央部を占めるカルスト台地で小乳道やドリーネをはじめとする多様なカルスト地形が見られる。高橋川とサブシ川に挟まれたエリア。足見、土ドバシ、草間などの地区。豊永台はサブシ川と小坂部川及びビッチ川に挟まれた広大なカルスト台地でアテツダイの最東部にあたる。他地区と比較して高地下、宅地下が進んでおらず。 ほとんどが森林で構成されている。東部の一部は、マニ庭地域も含まれる。赤馬、森国、スケブセ、ウ山、タルミなどの地区。牧道の内部比、坂小乳穴2021年3月25日、撮影から松台は、阿手津台の最北部にあたり、新見市街地の東方に位置している。他の三大地と比較すると、カルスト地形がほとんど発達しておらず、 石灰岩地質が養殖される前段階の流起、純平原に近い。草の、もう名古、灰外、木の畝などの地区。当てつだいはエリアが広範囲であるため、ここでは、イクラ道への交通手段を挙げる。自動車の場合は、中国自動車道2輪インターチェンジより、イクラ道まで来るまで約20分。なお、その他の箇所については、各項目を参照。堀順一。 山口めぐみ一郎、加護瀬義明あきほかドリーネを乗せる、石灰岩の大地、静の風景中国編愛広島、岡山ピアニッシモ、146から150そしエテ1981年、ISBN4 から881692941、木女堂付近の地形図、2万五千の一地形図、川も市場。ありがとうございます。